餃田フライフライは埼玉県北部地域のご当地料理となっている鉄板焼き料理である。住民は単にフライというと通常これを指す。餃田市周辺のゼリーフライと同じく軽食やおやつとして主に食べられる。餃田市は餃田フライとして商標登録し、全国ブランド化事業を展開、キャラクター、フラベエなどともに PR している。 二つ折り、フライといっても揚げ物ではなく、油をひいた鉄板で、水溶き小麦粉を焼く料理である。京田市ホームページなど、お好み焼きとクレープの中間の食べ物と形容されることもあるが、お好み焼きとガレットの中間、あるいは素朴なネギ焼きか縮みとも形容できる。やや緩めに水で溶いた小麦粉を、鉄板の上で薄く伸ばし、店舗によって異なるが、豚肉や長ネギ、 ヒエビ、キリイカなどの具材を乗せて焼く。黄身を崩した目玉焼き状の卵を入れたり、少数ながらキャベツを入れる店もある。焼く工程で鍋蓋などで押さえつけ、肉汁など、具の旨味を全体に行き渡らせる調理法が取られることが多い。焼き上がりに醤油もしくはウスターソースを表面に塗り、青海苔を振りかける。多くの場合。 店での飲食には大皿に広げた円形のまま、持ち帰りは半分に折って包装される。河野市吹上地区では、揚げ、パン粉を振りかける店もある。お、中、ショーと2から3種類の大きさを用意している店が多い。値段は、章が200から300円、台が400円500円前後と大きい方が高くなるが、合わせて、 具も充実させている店、無料で、卵入りにできる店などがある。焼きそばとのセットメニューについては店により、別々の皿で出す、フライと同じ皿に盛る、焼いたフライを2つ折りにして、焼きそばを挟み込むと、様々である。ミックスと呼ばれることが多いが、フライ焼きそばなどと呼ぶ場合もある。なお、フライと並ぶ、もう一つの B 級グルメである、 ゼリーフライと混同されることも多いが、両方を扱っている店は少なく、フライは専門店、ゼリーフライは生肉店などで他の揚げ物と一緒に販売されるのが通例である。フライの命名者は行田市店間の古沢商店の初代店主と言われている。1925年に近くの旅工場で働く女性行員に休憩時のおやつとして出し始めたのが、 きっかけとされ、当初はフライパンで焼いていたことからフライ焼きと呼んでいた。手頃な値段で手軽に食べられて、なおかつ腹持ちが良いことから、ファーストフードとして親しまれ、多くはこれら女工たちの手を経て、地元家庭や市内飲食店に広まっていったとされる。元来、小麦粉を水で溶いただけであったが、長ネギを入れたり、ソースではなく、醤油を塗って味付けをし、 生地に砂糖を入れて、ホットケーキのようなフライも作られた。後に、フライ焼きから、フライへと名前が省略された。なお、行田市の旅工業の発展とともに広まっていったことから、布が来ると書いて、布来。旅工業の発展が富をもたらしたとして、富が来ると書いて、とぎなどと当て字をすることがある。熊谷市では、いつどこで誕生したかは不明としている。 行田市を中心に、同市と秩父鉄道沿いに東西に隣接する、熊谷市、羽生市、行田市の南隣にあり路線バスで結ばれ、玄関口の役割を担う河野巣市の旧、吹上町域に50軒ほどのフライヤーがあり、地元住民には馴染みの料理である。森田慎吾のグルメ漫画、駅前の歩き方や、テレビの情報番組等に取り上げられるなどしており、行田市にとっては、 都市場跡と並ぶ観光資源の一つとなっている。これを受け、行田市観光協会がフライを扱う食堂の一覧を記した行田フライマップを作成、市役所や行田駅前の観光案内所、市内のフライヤーの各店舗などで配布されている。フライヤーの主たる顧客は地元地域の住民であるため、観光客が多い日曜日が定休日となっている店もある。 熊谷市においても、フライを公式に、名物料理として紹介しており、行田市同様に観光資源の一つとして、扱われている。河野寿司、羽生市では、自治体としては、特段力を入れている様子は見られない。当該地域以外での知名度は低く、他地域での常設店舗はごくわずかである。行田のフライは、ゼリーフライと共に、2017年4月28日に、 文化庁が認定する日本遺産ストーリー和装文化の足元を支え続ける旅蔵の町行田の構成資産の一つとなった。ありがとうございます。